つも紅白で華麗なステージを見せてくれる小柳ルミ子さん、今年は鮮やかな赤のコスチュームです。奇跡な男たちはどこにいるの、裏がある敵さえ恐れはしない、白馬にまたがる騎士を求め、寝つかれぬままに一人抱きしめて。